YouTube をご覧の皆さん、こんにちは。和太鼓打楽器奏者の永田慎一郎です。本日は自宅でできるシリーズナンバー2ということで、ナンバー1の内容をもう一段掘り下げた内容となっております。ナンバー1では指の使い方で腕の脱力を促していきましたが、ナンバー2ではその対比として腕、特に肘ですね、肘の使い方で指先の脱力を促していく練習を紹介したいと思います。ですのでナンバー1を事前に見ていただくと、より効果的にレッスンを受けていただけますし、逆にナンバー2を見終わった後にもう一度ナンバー1を見ていただきますと、よりナンバー1の理解が深まると思いますので、ぜひナンバー1とナンバー2を繰り返し繰り返し何度も見ていただけたらと思っております。それでは早速本編スタート。それではナンバー2本編スタートしていきたいと思います。前回のグーチョキキツネの手の形を使いますので、ナンバー1の動画で確認しておいてください。そして今日はまずボクシングのジャブのような動きを使っていきます。構えも少しボクシングみたいに構えてみてください。手を前に伸ばすんではなくって、まず上に伸ばします。上に伸ばします。この時にしっかり肘の動きを意識してください。肘を上下に動かします。でこの形に慣れてきたら、早速バチを持ってみましょう。まず狐の形でスタートします。だいたいバチが水平くらいになるようにキープしてください。そして肘から持ち上げて良きところでグー、下ろしも肘から下ろして狐、肘を伸ばしてグー、曲げて狐で、これがだん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 スムーズにできるようにしましょう。このようにタイミングが合うとバチがすごい勢いで飛んでくんじゃないかっていうような勢いで動きます。手は止まってても。この動きをマスターすることによって、大太鼓や伏せ打ちの単発の打ち込みがまずアップデートされます。ですので上前下というふうに慣れてきたら、いろんな方向で試してみてください。これ指からこうやって動いてしまい、指を先に掴んでしまいますと腕の動きが途中で止まってしまいますので、しっかり肘から動かすということを意識してください。ポイントその1、グーで肘から動かしてグーで終わることによって単発の打ち込みがアップデートされます。そして上下上下と練習することによって、しっかりと手を上げたとこから一気に打ち下ろす時の肘の動きや指の脱力の仕方が自然と身につきます。これがポイントその2です。一番遠いところから打ち下ろす時の動作がアップデートされます。そしてポイント3つ目は、この肘を伸ばしてグーで終わるのを今度チョキに変えてみます。肘から動かしてチョキ、肘から動かしてキツネ、キツネグーじゃなくてキツネチョキに変えます。そうするとこの上下の動きがよりしなやかになってきます。これをもっと頑張って頑張って早くしていくと、狐の手の形のままで指を使ってるかのようにバチが動くようになってくれます。こうすることで楽に腕を動かしつつ、一打一打に腕の重さが自然と乗りますので、前で動かしたら大太鼓の8分音符やちょっと早い16分の練習、下に動かすと伏せ打ちや締め太鼓の8分音符からちょっと遅めの16分までの動きを網羅することができます。そしてプラスアルファで指をあまり使わず動かしてますから、こういうふうにここぞという時に指をしっかり使えます。こういうふうに強弱の切り替えやアクセントの打ち分けもとっても簡単にできるようになります。というわけで今日のエクササイズの要点をまとめていきます。まず肘から動かして
上に振ることによって肘と指の順番を体にしっかりと入れ込んでください。まずはグーで打ち終わります。でしっかり肘と指の順番が分かったら、それをそのまま下に逆再生していただくことで、すごい長い距離の打ち込みがとても楽にできるようになります。今度は指をチョキにして終わることによって、この上下の動きを素早くできるようにすることで、8分音符から遅めの16分までをとても楽に打てるようにします。でプラスアルファで楽に打ててますから、ここぞという時に指がしっかり使えるようになって、音色がとても自由に変えれるようになります。そしてこの楽に打つという感覚を、この練習で養っていただくことによって、次にこういう速い16分を打つ下地も作ることができます。ただ速い16分を打つためには、また別のテクニックも必要ですので、これはまた後々説明していきたいと思います。最後に注意点ですが、ナンバーワンと同じで、やはり極端な姿勢を避けることと、あと長時間の素振りを避けるようにしてください。それでは本日は自宅でできるシリーズナンバー2ということで、肘を使って指を脱力する練習でした。ぜひぜひ細く長く練習してみてください。それでは次回の動画でお会いしましょう。さようなら。